ギルとマシューがサンドイッチっていうのかな、ギルが乗っかって寝てて怖かったので、マシューが潰されちゃうかなと怖かったので、ギルを今叩き起こしちゃいました。ごめんね。みんな暑いからこんな感じで、こんな感じで寝てます。しんちゃん、これしんちゃんなんて見て、これチラシの下で寝てますよ。これわかるかな、どうなってんのこれ。ちょっと見てみよう。じゃん。はい。っていうわけで、朝ごはんですけども、もうね、女の子はね、私がちょっとだけ動くと、ちょっとだけ動くと、もう察知しちゃうんですよね。見てこの並び具合、なんか足らなくない？こんな感じ？ここに何匹か挟まってますね。そんな期待されてもね、朝は軽いんでごめんね。今日の朝ごはんは、なんかね、玄米シリアルとかいうわけで、というやつです。あの、大人とか言って、違う違う、人間だと牛乳かけてシリアルとして食べる、なんか玄米スナックですね。あといつも通りキャベツです。ピンポンになったよ。何を求めてみんなまだこっち来てんの？後ろにあるよ。みんなシリアルを一生懸命お袋に詰めてる。朝はね、もう最近はね、お袋に思いっきし詰めて、で小出しにして寝ながら食べるんですよね。だからこれ気をつけないとね、早めにもう頬袋に、もうほらない、多分早めに頬袋に全部先に来た子が入れちゃうから、そうするとこう小出しにして食べれない子がいるので、ちょっとね、揚げ方気をつけるっていうか、アフターケアっていうか、後でみんなこう頬袋がちょっと膨らんでるかどうかこう確認してあげます。で、膨らんでない子がいれば、あら、かわいいじゃない、こっそりあげます。はい、人数が増えたからちょっとみんな取れないかもしれないな。この男の子と、まだ起きない、ほら、まだ起きないよ。起きない、微動だにしない。まあちょっと、これもろに餌入れの上で寝ちゃって困っちゃうんだけど、私どうしましょう。もうあなたの隣に置いちゃうよ。ほら、気づくかしら。全然気づかない。どうして、熟睡してんのかね。あんまお腹空いてないの。他の子の上乗って食べてるよ。ちょっと怖いな、大丈夫？もしもし？いいよ。あ、来た来た。ごめんね、なんかちょっとね、みんな本当になんか気絶したように寝るから、ちょっと怖いよ。みんな頬袋片方でも膨らんでるかい？膨らんでない子いるかい？ここエディがいますけど、見えるかな？トイレバスの中、ほら、エディにもあげるからね。
ダディもね、ここで車って寝てます。ダディ大丈夫？ダディどっちが頭なの？みんなの無防備な寝姿が見えるからはい、じゃあ、あとの子には後であげます。ふうこ、ではでは。